歯の調子は整えておきたいなっていうのがあったので、はい、腸のマッサージをめちゃくちゃしてました。まあ、私が今回水着だとかすっぴんといったものに挑戦しているというのもありまして、まあ、いつも女優業で役を一枚まとってる状態なので、まあ、そういったものを全部取り払って本当の素の私をお見せできる一冊になっているのではないかなという部分からアンベイルという名前を付けさせていただきました。こちらも鏡越しで振り向いているカットがお気に入りです。なぜそちらの写真が背中の肩甲骨が綺麗に浮き出てるなっていうのと、なんか現場でこの写真が撮れた時に、ああ今のいいねっていう風に盛り上がった記憶があって、なんか私も鏡の中の自分とこう振り向いた自分はこう両方見えてすごく好きな写真なんですよね。はい、肩甲骨めちゃくちゃ硬くて多分もっと浮き出て綺麗な方はたくさんいるとは思うんですけど、まあその硬いなりに頑張ったところではあるので、まあ、背中は撮影中も褒めてもらえたりはしたから、ちょっと、うん、これからどんどん磨いていきたいパーツにはなりました。背中は私ドラマで水泳選手の役をやらせてもらったことがあったんですけど、クロールの時に肩が全然動かなくて、なんか肩甲骨の動きがあまり良くないっていうことを、まあ、自分でその時知れたので、なんかまあこう日常的にまあ姿勢を正すのもそうですけど、肩甲骨のトレーニングは結構ピラティスとかで行いました。背中、あとハーブピーリングを背中にやりました。ここのちょっと一連はすっぴんですね。はい、歯の調子は整えておきたいなっていうのがあったので、こう自分の体調面にあまり合わない食材はちょっと控えていたりだとか、あとスキンケアはすごく気をつけました。すっぴんの中で自分が使っているメガネのカットもあるので、それも撮ってほしくてお願いして撮ってもらったんですけど、メガネの自分を気に入ってくれてる方がいるんだったら、そのカットぜひ見てもらいたいです。メガネ結構丸いメガネも好きなんですけど、最近スクエア型がすごい可愛いなと思います。すごく信頼のおけるチームの皆さんでこう今回撮影に臨めたっていうのもあって、なんか緊張というよりかはもう今撮ってもらわなかったらじゃあ次タイミングないなっていうのがあって、なんかその水着何着か着させてもらってるんですけど、その中でもこう何日目だったか、2日目とか水着のカットは撮り終わった後にやっぱりあの水着でちょっと明日もう一回チャレンジしたいって思って、それを汲み取ってくださって、だから水着のカット増えてるというか、自分の意思でもう一回チャレンジしたいっていうので、こうスケジュールの中に入れてもらったので、緊張というよりかは撮ってもらいたかったです。こんな機会なかなかないので、なんか今の自分を残しておきたいっていうふうに思って、なんかねこんなどうせ綺麗に撮ってもらえるなら今なんじゃないかなと思って臨みました。ボディメイクに関してはお腹が見える衣装が何着かあったので、なるべくこう綺麗に腹筋のラインが出ればいいなと思って、腸のマッサージをめちゃくちゃしてました。腸活マッサージをずっと沖縄でもしてましたね。四隅をめちゃくちゃ押すっていう3泊4日で行ったんですけど、
台風が直撃するのではないかっていう日程だったんですけど、幸い1日目に雨は全部降り切ってくれて、後の日数はすごく綺麗な青空だったんですけど、雨が降ってくれたおかげで初日の撮影もなんていうか光が優しい柔らかい光の中で撮れたので、なんかそれは何だろう、写真にもちゃんとそれが伝わってるかなって思いますし、いろんなシチュエーションで撮れてよかったなっていうふうに思います。沖縄はなんかもうもっと写真集の撮影ってハードなものになるのかなって思ってたんですけど、本当に沖縄の街の中を楽しみながらこう旅している感覚で、その中でこういい瞬間瞬間っていうのをカメラマンさんが切り取ってくださっていたので、もう全部楽しかったんですよね。なんかその中でもこうたまたま街で見かけた猫、野良猫がいて、その猫ちゃんたちと一緒に写真が撮れたりだとか、あとそこでその島の中で見つけたかき氷、沖縄ぜんざいを食べれたりだったとか、なんかそこで見つけたものたちがうまくこうピースとして当てはまって、なんかすごくいい旅だったなっていうふうに思います。写真集は100点満点中120点です。もう私の、それこそすっぴんもそうですし、やりたいって思ったことを全部叶えてもらえた写真集になってるので、自画自賛になってしまいますけど、すごくいい作品を撮ってもらえたなというふうに思ってます。母に見せました。なんかもう全ページ綺麗に撮ってもらえてるねっていうふうに言ってくれて、なんか一冊目ファースト写真集の時は結構自分の成長過程というかアルバムのような作品だったんですけど、なんか今回のセカンド写真集に関してはこう、25歳という節目っていうのもあって、大人の自分をなんか今しか撮れないというか、その瞬間を切り取ってもらったなっていうのを、私自身もそうですけど、母も感じてくれたんじゃないかなというふうに思いました。3冊目もし望んでいただけるならば、どのタイミングかわからないですけど、またもっと大人になった自分を、3冊目もしチャンスがあればできればいいかなとは思います。